猫バスです。作品の中ではサツキとメイしか見えなかったんですけれども、皆さん見えてますか？後ろ姿までこだわってるんですよ。この猫バスといえば可愛い大きな尻尾。最後にこれ、皆さん気づきました？トトロとなってるんです。今実際に試乗してきました。乗り心地なんですけれども、モーターがすごく静かで風の音を強く感じることができました。あとは思っていたよりも揺れも少なくって、乗り心地はとても良かったです。お子さんにも喜んでいただけると思うので、まあ、ぜひご家族で来ていただいたりしてですね、映画の世界観を体験していただきたいなと思っています。